ババのダンクからリードお守り続けで混戦を制す。男子日本代表は昨日カザフスタンに86対7 0で勝利し、ワールドカップ予選の戦績を6勝4敗としてグループ F3 位に浮上した。終盤に突き放したことで点差は離れたが、前半終えた時点で日本のわずか1点リードと決して簡単な試合ではなかった。特に第1クォーターでは警戒していたにもか変わらず8本15本の3ポイントシュートを沈められ、6点のビハインドを背負った。先発した田中大輝も前半は相手にたくさんシュートを決められたり、オフェンスリバウンドを取られたりやら出てはいけないところでやられてしまって、今日た展開になりましたと振り返る。だが後半はそこをしっかり修正しで、カタール戦と同様にディフェンスからオフェンスに酔い流れを持ってく出たんじゃないかと思いますと田中が言うように、そうの後はカザフスタンの3ポイントシュートを16本中1本の成功に封じ、この日41得点と大暴れのニック・ファジーカ。それでも日本はファウルトラブルに陥るなどり、ドンを広げるには至るらず、第3クォーター残り1分49秒にフリースローを決められ、5-5の同点に追いつかれた。直後のリスタとカラス、早く自ら持ち込み、豪快なダンクを叩き込んで会場を煮えかした。この嫌な空、気を払拭したのは馬場武宏だ。結果論だが、それ以降カザフスタンに追いつかれることはなかった。試合の流れを一変させるインパクト大のプレーだったが、今日いけたライクといいスタンスで常にやっているので、ダンクしたからどうこうという感情はあまりなかったですねと馬場は言ってのけた。走ること時体がラマス監督が僕に求める役割だと思っているので、その前のかほどがすごく大事ですと馬場か出してみれば、ダンクという結果よりも早い展開から生まれたゴールトンコとが重要だか。馬場状況版ダンは常にいるかコーチに言われています。日本がカタールに勝利し、た同日カザフスタンは92点を奪って格上げのフィリピンに勝利した。スコアを見ての70点に封じたディフェンスが勝因の一つであることは間違いない。ファウルトラブルも手伝
イ最終クォーターに鳩ヶ志勇気、比江島慎、ババカ、中ファジ、カストイ、ウスモールラインナップを敷いた。ハリアサでアウトサイドシュトロケアし、フィジカルと身体能力で高さのミスマッチを解消したことで、想像以上にこのラインナップは機能した。馬場が30分、田中が29分と人のプレータイムが陣見たのは、その万能性とディフェンス力にほかならない。 A 東京ではディフェンスの部分も常にハードにやっています。馬場は言う、そして人の共通項、ハアルバルク東京だ。フレオ・ラマスコーチの求めるバスケももちろんディフェンスが鍵になってくるので、そういうところまで来たかなと思います。武宏も言いましたけど、自分の地無で求められている激しいディフェンスの部分では、自分が試合に出た時には小なからず貢献できていると思いますと、田中もディフェンス面に自信を見せる。また自らがボールハンドラーとなりクリエイトするシーンが何度もあったが、それは A 東今日での姿と重なる。ラマス監督のバスケもピックアンドロールが発生するということで、アタックもしっかりできました。そこの状況版ダンは常に B リーグでルカ・ファビチェビッチコーチに言われていますし、そういった部分ではアジャストで来たと馬場は言う。田中も B リーグの試合後のコメントで、良い状況判断がで来たという言葉をよく使う。普段のプレーがそのまま代表で体現できていることを意味している。田中頭の肩すぐに次のイラン戦を残しながら、ウィンドウ S5 が次は B 代表は1時解散となる。このまま日本代表のバスケをよりこう井水準まで突き詰めていってほしいが、選手たちは所属するチームに戻り、天皇杯やリーグ戦を戦うことになる。 B リーグのチームでやっているバスケと代表のバスケは違うので、そこの切り替えは必要という馬場の言葉はもっともだ。それでも田中はなかなか両立してやることは難しいのかもしれないですけど、と前置きをしつつ、どこか頭の片隅に次のイラン戦を残しながら、そこで自分がまたち無に貢献したり活躍するためには何が必要かというこ等を常に考えながら、日頃の練習に取り組んでいきたいと先を。2月21日にイランに
月24日にカタールと戦いにじよ。戦は終了す。ブ。約3ヶ月弱の間所属す。ルチームでプレーをしながら代表のバスケを思い描く子とは至難の技だが、それでも A 東京都代表でのプレースタイルが似ている2人にはその高難度の課題にも挑戦してもらいたい。